んにちは、県庁です。このコーナーは静岡県広報局がお送りします。今日は第4火曜日、川勝知事のラジオトーク、富国有徳の理想郷静岡をお送りします。今日のテーマは静岡県の水産業を語る。聞き手は沢木久男アナウンサーです。本当に静岡県と言いますとカツオマグロ、もうこれは静岡県だと言いたくなるんですけども、まず川勝さん、静岡県の水産業の現状ですね、これはどういった状況にあるんでしょうか。はい、静岡県というのは日本の縮図と言われますけれども、漁業でもそうですね、遠洋漁業がございますでしょ、沖合漁業、沿岸漁業、それから海面内水面の養殖もこれございまして、多彩な漁業が行われていますね。もう漁業の生産量はですね、全国7位、20万トンという、これは平成20年の数字なんですけど、その中で今おっしゃったカツオ、マグロ、サバ、この3種類で約8割ですね。カツオがトップ、8万トン、サバ類が約5万トン、マグロ類が3万トンということでですね、この3種類が中心ですが、ただこうしたものだけでなくてですね、水産加工業も古くから盛んでございまして、これは北海道宮城県に次いで全国第3位と検討してましてね、数字で言いますと水産加工品の生産量は16万トン弱もございます。全国の 8%、9% を占めておりまして、大量にカツオマグロが水揚げされますので、これを使ってですね、冷凍食品が作られています。でこうした水産加工食品全体のですね、3分の1が冷凍食品ということなんですけれども、他にもはんぺんが有名ですね、黒はんぺん、こういう練り製品もですね、2万6000トンもございますし、沼津の干物ですね、味の干物ほか、こうしたものも2万5000トン、もちろん有名な鰹節と、こうしたものは節製品と言われるんですが、2万4000トンもございまして、こうしたものによって全国第3位という水産加工業も本県の特徴ですね。漁業就業者ということについてですね、いろいろご心配していただいてますけれども、実際は全国第11位の6500人以上が働いていただいて、平成20年は80人増加しましてね、高齢化というのもですね、だんだんとこう、高齢化割合も減少していると、改善の兆しがあるということです。若い人が漁業に入ってくださっているということは大変頼もしい限りです。そうですね。はい。伺ってますと、静岡県の水産業、生産量含めてかなり全国的にも高い水準にあるということがわかるわけなんですけども、さあそこで静岡県のその水産業の魅力ですね、これは知事どんなところにあると思いですか。来てみていただきたいと思うんですけれどもね、ともかく伊豆半島リアス式でね、したがってこの磯や岩礁が発達している伊豆半島がございますでしょ、それから駿河湾、日本一深いとそういう湾がございます。そして遠州などは広大な砂浜がございますよね。で浜名湖は生息している魚介類が357だったかな、ともかくですね、汽水域ですね、海水と淡水が混じるところを汽水域と言いますが、浜名湖は日本一の汽水域における、湖としてですね、こうした変化に誠に富んだ沿岸域を有しているということで、独特のこういう地形がいろいろな魚とか、ね、貝を生んでいるわけです。ですから沖合からはもちろん黒潮の恵みを受けたお魚が水揚げされるということですね。伊豆半島では岩礁にアワビ、伊勢エビ、天草、それから沖合の漁場ではですね、キンメダイ、サバ、これが漁獲されてますね。それから駿河湾、遠州灘では桜エビ、シラス、それから遠州灘、トラフグですね、浜名湖ではアサリが取れますね、車エビも取れますし、特にキンメダイ、これは下田あるいは稲取が有名ですが、でか桜エビ、これは全国一ということでございます。本当にキリが数えればね、キリがないくらいですけどもね、遠洋漁業も当然カツオマグロ盛んだと思うんですけども、5年ぶりに昨年なんか日本一になったということですけどもね、これもまたすごいですね。大したもんですよね。カツオ、キハダ、このビンナガマグロっていうやつですね、これが大量に水がされて昨年5年ぶりに日本一ということでございましたね。で清水港からですね、全国に流通する高品質の刺身用のマグロの半分近くがですね、清水港で水揚げされてるんですね。びっくりしました、私も知って。
それから天然物だけではなくて養殖も盛んだということですが、これは実情どうなんでしょうか。そうですね、沼津地区が中心でマアジが養殖されてますね。それから富士宮を中心に富士山の湧水で育ったニジマスが日本一の生産量です。それから浜名湖周辺はウナギの養殖が養殖のこれ発祥の地でございます。浜名湖ウナギ、これはまあ全国的に知られていると、うん、うなぎパイも有名ですが、もう文字通りこのうなぎそれ自体がですね本場でございますので、それが浜名湖うなぎということで、まことにですね、農業と漁業を合わせますとともかく日本一の食材なんですが、このように水産物もすごいというのが本県の特徴ですね。はい、まあ、本当にこの辺はね、自慢してもいいと思うんですが、ただ一方で消費者の魚離れということが最近ずいぶん言われるようになりました。こういった消費者の皆さんのニーズ、非常にこう多様化してるんですけども、これに応えるべく県ではどういったことに取り組まれているんでしょうか。まずですね、県政世論調査っていうのをやってみたんですが、平成21年度に実施したんですけれども、静岡県の農林水産業にどんなことを期待されますかということで回答を選ばしたところですね、60% 前後の方々が地元で採れた新鮮な産物の供給が期待されると期待しておりますと、それで安全で安心な産物の供給を期待しておりますと、これが全体の6割ぐらいになってるわけですよ。つまり安全で安心な地元の水産物に対するニーズが高まっているということです。でこういう消費者のニーズに応えまして、漁業者の収入の増加にもつなげたいということでですね、支援の一つとして県では定置網などでですね、いわゆる朝取れの鮮魚をこの市場を通さずにその日のうちにスーパーなどの店頭で販売する取り組みの橋渡しをしています。現在県内大手スーパーマーケットと伊東漁協との間でですね、週2回それから伊豆漁協と月1回これ直売をですね、行っていただいておりますが、なんといっても朝取れですからね、その言葉の通り鮮度の良さが消費者の大変好評でですね、受けてまして、売れ行きもなんかいいということで、漁業者にとっても収入が安定向上するということで、今後はですね、首都圏などの大消費地のスーパーと連携をして、販売先を広げてみたいということでですね、産地での取り組みも伊豆以外にも広げていきたいと考えています。また産地市場で日々水揚げされる水産物についてはですね、築地などにも送っておりますけれども、築地に単に送るだけでなくて、本県水産物の魅力を生かしまして県内の消費者に一直線で届けるという仕組みですね、その流通業者、小売業者、漁業者、漁協とこの連携をですね、進めてまいりたいと、いうふうに思っております。昨年9月に伊東漁協が地元の魚にこだわって漁協直営の食堂で鳩場、ナミとウオと弟の党ですわな、鳩場ということでですね、これ立ち上げられたんですよ。でこの食堂はですね、地場産の魚にこだわって多くの人が港に来られて新鮮な魚を食べて満足してもらうということでですね、地産地消ですね、で魚食お魚を食べるというこの拠点になっているようでですね、新しい雇用の場にもなるだろうと、観光スポットにもなるだろうということで、私どもも助言指導をさせていただいております。こうした漁協などがですね、地元の水産物を生かして新しいビジネスを立ち上げて、おられますので、これを支援してまいりたいと、水産版食の都づくりと、これをですね、推進したいということで、漁業地域の活性化を図ってまいりたいと、おいしいお魚はここで食べてくださいと、例えば鳩場がありますよと、伊東漁協がやってられますよと、伊東ならばね、東京からすぐでしょ、そんなことでですね、ぜひ行っていただきたいということですな。それからね、そうなんですよ、必ずしもね、見た目が悪い魚がまずいわけじゃないですよね。それから取れすぎる場合があるんです、魚、でそうしたものがですね、取れすぎたっていうんで、この飼料とか肥料などね、食用以外の用途に回っていたことが分かりましたので、あるいはもうただ同然でね、安い価格でしか評価されてなかった、これやっぱり違うだろうということで、そういう魚の良さを生かして商業ベースに乗せようということで、例えば大量に取れた小アジを惣菜用にね、調理加工してコンビニで販売していただくと、そういう取り組みを支援したりですね、冷凍カツを加工するときに切りくずが出ますわね、でこのすり身を製造する技術、これを開発しまして、この技術を活用してご飯をすり身で包む新商品、例えばカツおにぎりといったものの開発などもですね、今行っております。
まあ、伺ってますと本当にこう販路拡大、いろんな術を、ね、使ってこう広げていこうという努力を感じるわけなんですが、ただ川川さん、国内をもちろん大事なんですけどもね、今の海外、特にアジアとか、まあ、ブリックス、ロシアなどいろんな意味でその進出する動きがあるんですけども、例えばロシアに水産物をこう売ろうじゃないかと、こういった動きも実際出てきているということなんですが、これ本当なんでしょうか。そうです、よく存じですね。最近ですね、このロシアが経済成長していると、やはりですね、経済成長すると健康志向が高まるんですね。で、健康志向が高まると魚の消費がですね伸びるんですよ。それが急増してましてね、特に日本産の水産物は高品質だと。で、この高品質な日本産の水産物に対するニーズが急速に高まっておりまして、人口はあそこは1億4000万いるんですが、 GDP はまだ日本の半分ですがですね、右肩上がりで成長しておりますよね、うん、はい、ですから生活水準が向上しまして、大変高い購買力があるということなんですよ、うん、で、県では昨年9月に、県の水産関係者に呼びかけまして、ロシアで水産物の需要がどんなものなのか、これ調査をいたしました。で、そして11月にはですね、ロシアのバイヤーを静岡にお招きいたしまして、商談会も開催したんですよ。その商談会ではですね、静岡県の水産物に対する評価は、まあ、当然とはいえ極めて高いと、まあ、いうことで、缶詰、それから甘露煮ですね、カツオのたたきなどですね、こうした加工品のほか、冷蔵したお魚、あるいは冷凍した魚にも強い引き合いがありましたね、まあ、県ではロシアへの輸出に意欲を示す水産加工業者に呼びかけまして、対ロ水産物輸出実行会議、対ロ水産物輸出実行会議を立ち上げました。ロシアの輸出に向けた取り組みを支援いたしまして、今後販路拡大に向けてですね、本格的な輸出を進めてまいりたいと思っています。いや、お話を伺ってまして、静岡県の水産業の現状と、まあ、将来像というのが、ね、見えてまいりましたけども、はい、ところで川勝さんご自身が普段こう召し上がっている中で、このお魚、魚どんなものがお好きですか。もう何でも好きですがね、最近おいしいと思ったのはね、この間由比港からそのシラスを取るのにね、一緒に船に乗って、その取ったばかりの魚、シラスをね、その場でいただいたんですが、もう本当に本当にこんなうまいものがあったかと。いや、これはね、はいはい、生でねいただけるってなかなかね他県ではできないんですよ。そうなんですね、まあ、だからね、やっぱり他府県の方もね、うん、こちらに来ていただけると、いや、もうそういうね、もう本当に魚好きの人にとってはもう頬が落ちるような、もう幸せいっぱいのそういう、いや、瞬間を味わえるということでですね、もう本当に水産版食の都づくりをね、はい、あの時本当にここでやっていけるなと思ったもんですね。幸せでしたね。幸せでございました、まあ、私も好きなんですけどね、はい、伺ってますと、やはり食の都づくり、この水産物というのも静岡のね産業として大きな魅力を担っていると、持っているということで、いいわけですね。稲作漁労です、うん、畑作牧畜というに対して稲作漁労です、はい、ですからね、稲で炭水化物ですね、それから魚介類からタンパク質を取るというのが日本の伝統で、こちらはトロの遺跡があって、はい、で、もちろんトロ、マグロが取れるっていうわけでね、だから、まあ、そういうね、日本の原型があって、しかし今は酪農もやってるし、たくさんの農産物もできますから、まさに食材の王国でございましょう。ですからね、ここで私は農芸品だけでなくて水産版食の都という、それを忘れないようにということでですね、今日はもうぜひということで、はい、水産業について、その可能性と現状についてご報告申し上げた次第でございます。ぜひこちらの方もね、プッシュをしていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。川勝知事のラジオトーク、聞き手は沢木久男アナウンサーでした。次回の知事のご出演は3月8日火曜日の予定です。こんにちは、県庁です。このコーナーは静岡県広報局がお送りしました。